ドメーヌミュージカルは作曲者で指揮者のピエール・ブーレーズにより1953、1954年のシーズンから始められたパリのコンサートシリーズのタイトル、1973年まで続けられた。民間資金によるこのコンサートシリーズは当初俳優のジャンルイ・バローとマドレーヌ・ルノーの本拠地、マリニー劇場での実験的ステージに拠点を置いていた。 シーズンごとに4回から6回のコンサートが開催された。ドメーヌミュージカルは開催地というよりもプログラムのアイデアを指していた。コンサートのドラマツルギーは初期の頃から3つの柱に基づいていた。マショウ、デュファイ、ガブリエーリ、ジェズアルド、モンテベルディ、ジョン・ダウランド、バッハ、モーツァルト、そしてベートーベンなどの古い巨匠たちの作品を参考にして、 革新的なプロセスが正当化され忘れられていたレパートリーが再び取り上げられた。一般に意識されていなかった最近のクラシック音楽が取り上げられ観客に知られるようになった。同時に革新の伝統が発揮された。そこには新ウィン学派のシェーン・ベルク、ウェーベルンそしてベルクはもちろんフランスの先人ドビュッシー、ラベルあるいはバレーズ、さらには ストラビンスキー、メシアン、そしてアイブスやバルトークも登場した。1926年前後の生まれで存命中の作曲家の作品演奏や初演が重要な役割を果たした。古い巨匠たちを参照することは自分たちの音楽的思考を正当化する試みとして読み取られた。最も多く演奏されたのはシュトックハウゼンやアンリプス・スールだが、 ピエール・ブーレイズ自身の作品も初演された。1966、67年のシーズンから、ブーレイズは指揮者としてのキャリアさらに追求し、ドメーヌミュージカルの監督を辞任したので、それは1973年までジルベール・アミが引き継いだ。演奏は、パリの公共楽団に在籍する音楽家たちが中心になって行い、1962年からは、 アンサンブルドメイヌミュージカルと呼ばれるようになった。ドイツのオーケストラが客演した時のみ、公共作品を演奏することができた。マリニー劇場からバローの劇団が撤退した後は、演奏会はガボー社の本社ビルにあるサルガボーで開催され、後にバローの新しい劇場であるオデオン座に移った。オデオン座、メシアンの異国の鳥たちの初版のテンポ設定を守ったのは、 このシリーズの演奏会のアンサンブルのみである。この録音は実在する。後にメシアンは改訂を行い、初版のテンポ設定は破棄されることになった。ありがとうございます。